Everybody together. We be ready, prepare for the other team, be tougher than our opponent, dictate. We bring it to them as a team. Full throttle for 40 minutes. If you get tired, a sub is coming. Don't worry, just keep going hard. Okay, 40 minutes, let's go. But if we play our defense, what we've been working on for 40 minutes, their level is going to drop. It's going to start dropping. So you keep playing defense. Okay? Okay. For 40 minutes. Okay? And the results will follow. Okay. The results will follow. それが我々の今の立ち位置だと思って全力でいきます。終了しました。ご覧のように39対38で宇都宮ブレックスがリードしています。試合前も言ったけど、うちのディフェンスを40分やれば相手にずっと押し込む40 minutes, their level's gonna start 激しいディフェンス続けて we keep playing with physicality, contact, マンツーまで行くから man to man, play with confidence and fight, プレッシャーかけて、プレッシャー。藤井優馬、最初3
劣勢が続く中、我々がやりたいことを40分間続ければ絶対追いつけるって言い続けて、それに今日たくさん来ていただいた川崎ファンの皆さんの声援が乗っかって、逆転することができました。ありがとうございました。B リーグレギュラーシーズンヘッドコーチとして初めての轟アリーナ川崎コール一生忘れないと思います。ありがとうございました。ああよかった。ありがとうございました。お疲れ様でした。ナイスゲーム、みんなの勝利だった。このまま4クォーターオフェンスはね、バックアップしてみんなのディフェンスの勝利だった。これを、ワンシーズン続けて because everything we did over the course of 40 minutes and have to do this here for over the course of the season。 はい、ナイスゲームでした。よっ、よっ、チームオンスリー、ワン、ツー、スリー、スリー。It's difficult to get two wins on the road. Next, the day after tomorrow is a game at home. Okay? So let's refresh, okay? Get your fatigue out, okay? Be ready, prepare well, and go on home. Hey, good job! Okay? Team on three! One, two, three! Three! はい、すみません。トドロキアリーナが浸水して、で今あるフロアは使えない状態。いつもとは違うけど、ゲームは開催するので準備する。As from what I heard at Todoroki Arena, this area was submerged in water. Okay, there was dirt. Lots of staff came in, cleaned, lots of people helped. That's how, and with the help of. So let's pay them back for their efforts with our play on the court. Okay, we have to show that today.Okay. Full throttle from the beginning. 40 分間。Okay, 40 minutes. Okay, let's go. Let's go. And one, two, three. One, two, three. Kawasaki Brave Thunder's home game. Kawasaki Brave Thunder sponsors Toyama Grouchies はご覧のように77対69で富山グラウチーズが勝利を収めました。こういう試合もあるよ。整備された状態で試合ができるとは本当に思ってなくて、たくさんの人のおかげでこうやって試合できたことをすごく嬉しく思いますし、だからこそこう、いい結果を伴わせることができなくて非常に悔しいですし、本当もっともっといい形で今日のこの開催をみんなで共有できたらよかったんですけど、そこができなかったのが非常に残念だなと思います。でもその台風の間の長い遠征でみんなストレスも溜まってて、家族に対する心配とかね、不安とかそういうストレスもすごいある中で遠征乗り越えてっていうタフな状況を克服させてあげることができなかったっていう、ハードワークしきれなかったというか、体が動かなかったというか。いやもう僕がやらないといけないと思ってます、はい、やっぱこのチーム見て、僕が一番
まあ、下手だと思いますし、そこを手かかってやらないと僕自身の成長もこれじゃないと思いますし、それがチームの成長にもつながると思うので、まあ、そこはしっかりプライドを持ってやらなきゃいけないなと思います。押して GO! ベンチメンバーが、活躍してくれたんで、ぜひ今日は青木選手にインタビュー代わりたいんですけどいいですか。放送席、そういうことですね。ここから先青木選手にも来ていただきます。今日のヒーローは彼です。ありがとうございました。一緒にいてください。一緒にいてください。ゴールにアタックする意識っていうのを持たなきゃいけないなっていうのを自分で持っていたので、そこが出せてよかったなと思います。篠山選手、青木選手が大きなチームに勢いを与えるプレーをしてくれました。ベンチから見ていていかがでしたか。いや、もう鳥肌立ちました。はい、本当日頃のどうやって準備してるかとかもう知ってるんで、そういうやつがやっぱりこういう舞台で活躍してくれるとやっぱチームが本当に
2段も3段も今日は上に上がったようなそういう感覚になれたと思います。谷さんどうでした今日の試合。最高です、最高です、最高です。はい、チームオースリー、ワンツースリー。